谷口義郎6月24日から1979年2月2日は昭和期の建築家である。石川県金沢市出身。東宮御所、帝国劇場の設計者、庭園研究者、東京工業大学教授。この谷口義夫も建築家である。女性に、名谷義春、炭鉱社者社長。金沢市名義民第1号 ABC 私の履歴書。 谷口義し父設計の辞定日本経済新聞、2017年6月4日、朝日新聞1961年4月15日、長官、1ページ。ABCDF e 私の履歴書、谷口義し芸術と淵深く、日本経済新聞、2017年6月2日、AB 松井清太利、人事更新録、第8版、昭和3年7月長屋園。 ホールディングス役員構成アレット私の履歴書、谷口義雄疎開日本経済新聞、2017年6月3日、柔らかな光を生む、ソロバンダ玉のように連なる、キリコ玉系の照明は、古墳時代の首飾りを模した。テーブルと椅子は、上から見ると、梅の花のよう。この照明は、大倉ラ,ランタンと称される。明治建築の何に彼は惹かれたのだろう。 レンガ作りの中は天井に竹のすのこが組まれ窓の光を反射し伸びやかな空間を作っている境界道。石作りの壁に花の文様をいくつも刻み雰囲気を和らげている電話交換局。明治村に集めたものは日本で育まれた素材や相性を西洋建築に上手に織り込んでいる。そこに谷口の視線は注がれていたのではないか。ありがとうございます。